武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は京都産業大学の数学の勉強について話していきたいと思います。数学に関しては文系の学部と理系の学部で問題分かれていますが、まず文系から話していきたいと思います。文系の数学、時間60分で大問3題出題されており、答えだけを書く形式と計算過程も書く記述式、それぞれが出題される形式となっています。で、問題の難易度としては本当に基礎的な問題、中心の日大レベルの参考書がしっかり仕上がっていれば十分対応できる問題となっています。ただ記述が出てきたり、しますので、普段問題解くときから答えだけ出せばいいじゃなくて、途中過程もしっかり記述で、書けるように、仕上げていきましょう。で、問題が、難しいもの、に関してはほぼ出ないんですが、ただ誘導に乗らないとちょっと時間内に完答するのが、辛いかなっていうところもあるので、証文集合なども出てたりしますので、極力その問題文から、ああこういうこと求めればいいのかねっていうのをちゃんと、追ってって解き、していきましょう。で、分野に関しては証文集合が出る分偏りが、どうしてもなかなかあまりないので、苦手範囲作らずですね、どの分野出ても対応できるように心がけておきましょう。はい、で、続いて理系の数学ですが、こちらは大問3題で時間が80分となっており、で、こちらに関しては大問1つ丸々記述という形になっております。文系に関しては大問の1つの中の、1つの問いだったらいくつかが記述になっているような形ですね。で、大問丸々記述なんですが、記述しなきゃいけない問題自体は、国立などで、地方国立ですね、で求められるレベルほど難しいわけではなく、本当にその武田流日大レベルの基礎問題成功とか、一般的な参考書で、黄色チャットとかですね、あの辺の参考書で、が記述で書ければ十分対応できる難易度となっています。で、分野として出やすいのは微分積分の範囲が、出やすくはなっています。で、それ以外の範囲、に関しても証文がある分、割とまんべんなく出てはいますが、基本的に記述を要求されるところは微積か、また微積と二次関数なり、極限なり、そういった部分が混ざるような形式の問題ですね。なので、基本的には基礎範囲しっかり全部、仕上げておいて、特に微積、を優先的に強化するという形でできればいいかとは思います。基本的な問題に取りこぼしないように計算練習もしっかりやっておきましょう。以上が数学の勉強となります。